はい、皆さんこんにちは。今日はですね、仕事帰りに岡山の駅前の商業ビルイコットニコットで、勉強をしてみようと思います。はい、 GoTo イートのプレミアムチケットでパンを買いました。1067円だったっけな。で、1000分払って67円は、PayPayです。はい、で、当然ね、ホットペッパーで予約しているので、1000円のポイントもつきますね。はい、だからね、あのプレミアムチケットで買ったので、あれも 25% 引きですよね。でさらにいいですね、ホットペッパーで1000円ですね、 GoTo イートインターネット予約でしたので、まあ正直言ってただ以上のですね、安値で買いました。はい、ではね、パソコン起動して勉強します。はい、通りの向かいはね、ほら、駅前の商業地域が見えるところに、座ってます。はい。当然、電源もね、取れるのと、Wi-Fi はね、流れてるんですけどね、弱いです。だから、インターネットは、ちょっと利用できないですね。はい。それは我慢して、とりあえずね、論文の打ち込み、論文の暗記をやるために打ち込み、勉強してます。今回受ける試験は、一級造園施工管理技師の第二次試験なので、経験のね、記述論文を書くので、それの暗記ですね。はい、でこれもパターン決まってるんでね、安全管理とか工程管理、品質管理とか、 あともう一つ二つね、産業廃棄物の、副産物の処理とかね、そういう管理について出ます。で、そうだな、一級造園の場合産業廃棄物ってないんでね、ほとんどね、それは出ないかな。工程と品質安全、この3つだけ勉強していけばまあ大丈夫かなと思います。あとはね、全部で5問ぐらい出ますので、まあ1問目が論文、2問目はそのなんか工事の段取りですね、工事期間中のその手順とか、それのポイントとなる調査とかを暗記してます。それもそんなに良くないのでね、タイプしながら暗記してますね。あ、そうだ、これ夜ね、7時から、予約してきてるんですけど、何時までやってるかというとね、夜の10時までやってます。だから3時間は勉強できるかな。でも悪いんでね、8時半ぐらいでやめました。食事もね、とてもね、そのお店の中で作ってるパン、手作りパンですね、とても美味しいですね。はい、こんな感じですね。で、風景を見てます。食べ終わりました。1000円分のパンなんでね、相当は多いんで、2つほど残してます。それを持って帰って明日の朝飯、にします。はい、でお盆を返して、はい、でこんなね、勉強会場まだちょっとだけいるんですよね、勉強してる人がね。はい、うん、で時間は8時半を回ってますね。はい、でお店を見ると、あ、こちらも結構ね、勉強コーナーあるんですよ。で電源はあるんだけど Wi-Fi が使えない。で伝えさんね、の本屋さんね、ビデオレンタルの方じゃなくて本屋さんの方の伝え屋さんが入っている横ですね、うん、にあります。はい、こんなで、これパン屋さんが中にあって、まあ本当は勉強が目的じゃないですけどね。あとそれ以外にもこういう勉強コーナーがたくさんあちこちあります。確かね、バイクコーナーがちょっとだけあったかな。でもね、見つからなくて、勉強も疲れたんで、今日は何も買わずに食事だけして帰ろうかと思います。ではね、帰ろう、もう9時だ、よくね、こんな10時まで難民みたいな帰って、風呂入って寝ます。そこのね、自転車置き場が10時に閉まっちゃうんで、
早めに帰んなきゃ。いいことにことで勉強することを紹介しました。うん、ね、いいことにことの駐輪場。これは10時までです。いつもね、結構満車なんだよね。はい、あった、私の自転車。じゃあ帰ります。